ロマン主義第3回ですけれども、絵画、音楽、そして、ちょっと古典主義、ロマン主義の枠に、収まらない画家を一人紹介をしたいというふうに思います。まず、ロマン主義の画家ですけれども、ロマン主義絵画といったらもうすぐにこの人ですね、ドラクロワ、フランスのドラクロワを、思い出してほしいと思います。ただ彼についてはね、ギリシャ独立戦争のところでバイロンと同じように、扱いました。このキオス島の虐殺、ですけれども、オスマン帝国のギリシャに対する圧政を、想像してですよね、描いたもので、これが、この絵を描くことによって、そのギリシャ独立を支援するっていう、こうヨーロッパの雰囲気を、後押ししたというふうなことが言われています。当時としてはね、非常にこう、なんて言いますか、大胆な内容で、金星の取れたね、その古典主義という考え方がすれば、考えられないようなね、その人間のこう、苦しみとか、そういうものを表情やこう体ですよね、その体の表現で表している、そういう絵になっていますね。ドラクロワは他にも民衆を率いる自由の女神、有名な絵でね、いろんなところに使われますけれども、これも描いていることでよく知られてますよね。7月革命ですよね、フランス7月革命を背景にしているのが民衆を率いる自由の女神ですね。絵画はドラクロワですね、フランスのドラクロワです。それから、ロマン主義音楽ですけれども、先ほど、古典主義の先ほど 前々回ですか、ベートーベンのところで、古典主義からロマン主義への移り変わり、橋渡し、過渡期の人物だって言いましたけども、ロマン主義の、音楽家という、というと何人か紹介しますと、シューベルト、オーストリアですね、オーストリアのシューベルトですね、冬の旅、それから未完成交響曲なんていうのが有名なんじゃないかなというふうに思います。日本ではアベマリアなんていうね、音楽もよく、コマーシャルなんかにもね使われて、そちらの方が実は知られているのかもしれませんね。ただアベマリアっていうのは実は宗教音楽、ではなくて、先ほどっていうか前回紹介したウォルター・スコットの、作品の中に出てくる、一節、に、節をつけたものというふうなものですよね。ちょっと誤解されているところがあるんかなというふうに思います。シューベルトですね。それから、2人目はショパンですね。ショパンは、ポーランドだということをしっかり押さえておいてくださいね。なんといってもショパンで、その世界史の動きと連動しているのは1830年、フランスの7月革命が起こったときに、そのフランスの7月革命の影響を受けて、ヨーロッパでいくつかの事件が起こりました。例えば成功例として紹介したのは、オランダに支配されていた、南ネーデルラントですね、これが、独立運動が起こってベルギーとして独立をした、これは7月革命の影響としての成功例だという話をしましたが、逆に失敗例としては、この1830年にポーランドで、ロシアに対する反乱が起こり、それは、鎮圧をされて、ポーランドは一応ウィーン会議では形式的にポーランド王国が独立を認められ、そのポーランド王国の国王をロシア皇帝が兼ねるという形で実質的に支配されていたわけですけれども、この反乱が失敗に終わったことによって、ポーランドは正式にロシアに併合されてしまうわけですよね。その反乱、を聞いて、作ったショパンが作った作品がエチュード練習曲の革命という作品ですよね。なかなか激しい、その、曲、だと思いますけれども、そういう政治の動きとつながっているものは前にも言いましたけども要注意だと思います。それから3つ目ですけれども、ワーグナーですね。リハルト・ワーグナー、ドイツですね。なんといってもワーグナーは楽劇の創始者として知られていますが、専用劇場を作ってそこにオーケストラを配置し、でオーケストラは舞台の下に置くわけですよね。配置して観客からは指揮者の頭ぐらいが見えるっていうふうな感じになるわけですよね。そういうふうなものですけれども、それを上演します。そうですね、今で言うとちょっと比較するとおかしいのかもしれませんけど、宝塚歌劇がそうですよね。
専用劇場を持っていて、オーケストラが舞台の下にこうあるっていう、ちょっとこうこのワーグナーからのこう影響を受けているのかもしれませんけども、まあ、彼が、好んだのはそのドイツ的なものですね。テキストプリントにもちょっと書きましたけども、ドイツ的な、要素を持った作品をたくさん書いています。でそれが、後でナチスドイツによる、ね、民族意識のこう高揚に使われていくっていうふうな歴史も、この後、辿っていくことになるわけですよね。ということで3人、ロマン主義の音楽家として紹介をしておきましょう。で、まあ、ロマン主義は一応ここまでということなんですけれども、もう一人1800年代の前半に活躍した画家で、ちょっとこうどんな潮流にも当てはめることができない、作家を画家を紹介したいと思いますけれども、ゴヤ、スペインのゴヤですね。実はゴヤの絵っていうのは非常に有名なものが一つあります。それは、今、このスライドに紹介されている1808年5月3日というふうな、名で呼ばれていますけれども、ナポレオンのスペイン支配に抵抗する民衆の姿を描いた絵ですよね。だからナポレオン支配のところでよく政治史で題材として出てくる、絵画ですね。まあ、センター試験でも確か、使われたんじゃないかなというふうに思いますけれども、この右側で銃を構えているのが、フランス軍ですよね。そして左側で膝をついて、両手を上げている人たち、人を中心とした、その人たちが、まあ、スペインの抵抗運動をしていた民衆ですよね。まあ、ナポレオンは、ナポレオン軍はスペイン人の、ゲリラ的な抵抗運動に苦しんだというのは授業でやりました。まあ、半島戦争なんてねいうこともありますけれども、その、一場面ということなんでしょう。非常に印象的、象徴的な、描き方ですよね。そのフランス軍は暗く小さく描かれていて、そしてひざまずいているのにもかかわらず両手を上げたこの白い服を着た男性の方が大きく描かれていますよね。堂々と大きく描かれている、まあ、民衆の抵抗する姿を描いた有名な作品ですね。まあ、時代背景、ナポレオンに対する抵抗運動だってこともしっかり押さえておいてください。まあ、この絵が非常に有名なんですけれども、実はゴヤの絵っていうのはこういう絵だけではなくてもさまざまな枠にとらわれない絵が多いですよね。特に戦争における被害、残酷な被害と、それから人間の心の中に宿る、まあ、暗い部分、狂気ともいえる部分ですね。これを描く画家としては右に出るものがいないぐらい当時としてはね、有名な画家です。まあ、なかなか説明することは難しいんですけど、ちょっといくつか例を挙げましょう。これはさっきの絵ですね。まあ、この絵はまあ、スペインの、荒野で、まあ、多分農民なんでしょうかね、殴り合ってる、まあ、道具を使って殴り合ってる場面なんですけれども、なぜ殴り合ってるのかっていうのがわからない、この絵からは全くわからない状況ですよね。何の理由もなく2人の男が殴り合ってる、そういう絵なんですけれども、まあ、この絵もよく知られています。まあ、人間の持てる、まあ、狂気といいますかね、暗い部分、ちょっとこう見ると目がいっちゃってるんじゃないかなんていうふうな見方をする人もいますけれども、まあ、こんなものも知られていますし、それから、この砂の中に埋もれた犬が首だけ出しているって、こういう絵ですよね。まあ、これは読む人によってね、見る人によって、解釈の仕方がいろいろあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、なかなか一筋縄ではいかない絵ですよね。まあ、他にもさまざまな、まあ、なんて言いますかね、ものを描いています。その中でそういう人間の暗い部分、心の中の暗い部分、狂気、闇というんでしょうかね、そういうものを、まあ、好んでっていうのは変な言い方かもしれませんけども、追求した画家ですよね。まあ、そういう意味で、なかなかその芸術調理の枠に収めることができない、画家がゴヤなのかなというふうに思います。まあ、高校生会誌でさっきのナポレオン絡みでね、よく当たり前のように出てくるんですけども、なかなか、捉えることが難しい、また逆にいろんな読み方ができて興味の尽きない画家なのかなというふうに思います。1800年代の、ね、前半の文化は以上にして、次から1800年代後半の文化を扱いたいというふうに思います。